あ、キャリーちゃん。キャリーちゃん。キャリーちゃん。どうも。あれちょっと仲間がいなくなった。仲間？うん。そう、一人ぼっちになっちゃった。一人ぼっちになっちゃった。ペイ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 、うん、おいいね、かわいい。ごめんね、体調悪くて冷たくなっちゃって、ごめんね。嫌いとかじゃないんだよ、好きなんだよ俺、キャリーちゃんのこと。ごめんね。で、今日何するの？今日はまゆちゃんと。え？まゆ？うわー、なんか会いたくねー。あ、まあ、2ヶ月しか経ってないから。マジか、どこで待ち合わせ？一応白壁です。白壁？ここ。マジかよ。嘘でしょ。うん、餃子の大食い対決。あれ、仲間がいた。仲間いた。あれ、仲間がどこ行った？じゃあせっかく一人にしてかわいそうだからここで待ってよ。ここがいいんじゃない？ここが、マユホスト行く？え、キャリーちゃんブッチするってこと？え、それやばくない？ひどくない？それはやばいって。ひどくない？え、ブッチはひどいよ。マユホスト、本当に？どうするの、キャリーちゃん？私もう餃子予約したのに、くじに餃子予約したんだ。8時にここで待ち合わせしようって。俺嫌われてるわ。じゃあ俺いなくなるわ。キャリーちゃん迷惑かかるから、キャリーちゃんまたね。大丈夫ですか？大丈夫だよ。俺がどっか行けばいいんでしょ。俺いるから来ない。じゃあもう離れるわ、ここにいるわ、離れるわ、ここにいるもん。つかヒノピーに携帯持ってかれたわ。ヒノピーに、ヒノピーに携帯持ってかれた。仲間がマユといる、俺の携帯返してよ。これ待ってるわ。中田会長連絡してみる。キャリーちゃん待ってるよ、かわいそうに。ヒノピーが寝返った。どこにいるの？どこにいるの？ 5、6 人に囲まれてる？踊ってる？どこ？近くにいる？どこにいるの？案内して。相変わらずの配信能だな。
さすが俺の元カノだな。沸かせるな、持ってるな。踊ってた？エスカレーターがあるところ？どこ？どじみでスマホをヒノピーに返してもらわないと。いや会いたくないよ俺も。エスカレーターがあるところ？どこ？そこ左？どこ？そのまま？木の下？あの辺か。いた？どこに？どれ？どうす、え、いや俺はちょっと、自分ら金見な、せっかくだし。なんか変な外人に絡まれてすごい人気がある風になってるよ。あれ誰だ、あそこにも配信者いるぞ。あれ誰だ、誰だ、あれあれタクマじゃない、タクマじゃない、あれ行けよっていいわ。え、眉ってこんなモテるの、俺の元カノって。こんなモテるの、モテモテ。ちょっとみんな何そうして、韓国で隠れとこ。俺がなんか行かないとグダグダしてるな、下手だな配信が。せっかく俺が沸かしてやってるのに全く分かってない、勘違いしてるわ。全然ダメだね、いつまでやってるの。全然ダメだね、いらないよねああいう外人。今度は何、エミ太郎じゃなくてマユなのみんな。さっきまでエミ太郎ちゃんが一番とか言ってて、今度はマユちゃんすごいなの。すごいよね、本当のリスナーの手のひらの返し方ね。え、こ
この手のひらの返し方、俺から言わしたら前も見たらも変わらんわ、はっきり言って、うん、同じようなもんよな、そう思わん、みんな同じだよ本当、ドイツもこいつも、助けてみたら困ってるの、困ってるの、困ってる、どう困ってるの、楽しそう、困ってない、うん、あ楽しんでるの、うん、気づかないの俺、はじめまして。一緒に踊ります。深夜2人で挟め、両サイドから。マジで喋りかけても来ないな。あいつ何？俺のことあんな好きだったのに、もう興味ないってこと？もうあんなに俺のこと好きだった女が眼中ないの、そういうもん、うん、やだって言ってるんだ、まあね、ひどいことしたもんね、悲しい、いやいいよ、うん、俺とは絡まないって、うん、気をつけた、いや8時まで暇だから、うん、俺が一応育てたからね、配信も教えたしね、配信もやらせたしね、うん、弟子みたいなもんなんだよ、弟子みたいなもんだから話いや、声はどうやってかけたらいいかわからんな、顔見たいよね、ちょっと久しぶりにじっくりと顔が見たいよね、スタイルいい、まあ、スタイルいいよ、足短いか、スタイルいいでしょ、
通に久しぶりってやってくれたら別にストーカーにならないのにね、久しぶりって普通に久しぶりとか言って、モデルみたい。でも最近流行ってるの、あの黒いレザーとか、どうなの、ああいうの流行ってるの。ゼロワンから、あ、なんか映されてる、ちょっと勝手に映さないで、鬱陶しい、映すんじゃねえ勝手に、今映した、勝手に映さないで、勝手にやめて、許可なく、許可なく映さないでほしい、やめてほしいよ、じゃあね、さよなら。バイバイ。あのさ、配信の師匠にね、挨拶もしないなんてマジで恩をあだで返すね。俺に感謝しきれなくない、あいつ誰のおかげで今があると思ってんだよ、なめてるよな本当。はい、どうも。覚えてる。はい。ポルコだけど。あ、ポルコさん。覚えてます。覚えてます。元気。元気です。今お散歩配信してる。お散歩配信してるんですね。こんな、いるんですか。はい。この辺にいたんですか。はい。かわいいワンちゃん。なんて言うんですか。ポル。ポルって言うんです。ああ、ベルベル。これチワワですか。いや、これね、ミックスとミックス。ん？ミックスとミックス。ミックスとミックス。あー、かわいいね。人懐っこい。あれでも、あれでしょ？かわいいわ。最初にしたんだよね。いや、まだっす。これからっていう話っす。頑張ってね。はい、頑張ります。かわいいね。俺何年前だ？ 2 年前だよ。はい。覚えてないでしょ？いや、なんとなく覚えてます。あの、旅配信、歩き配信してる時に、ね。はい、来てくれました。で、パーカーまで買ってくれました。そうそうそう。はい。覚えてます。ちょっと、はい、いいっすよ。全然いいっす、全然いいっす。全然いいっす。今日なんかある？はい？今日ちょっといろいろ。あれ、会ってきたらまえちゃんとかいますよ。え？元カノの。そうなの？まえちゃん。僕はもう絡めないんで、なんか、絡みたくないって言われてるんで。あ、今度、今日遊び行ったら。あ、またよろしくお願いします。絡めになってるから。はい、わかりました。行きます。どうも、はい。結局眉かな、結局男は眉か、眉に会いたいわな、うん、セブンと絡んで、セブンいるの？俺はいいよ、リスナーさんいるし、あんなのと絡まなくたっていいよね、みんな前しかいない、いやいや、じゃあ他にいますか、一人でいい、中田会長来るし、はい、元カノ系はやめようよ、気持ち悪いから、別にあれどこ行った、どこ行った、なんかどっか行ったよ、俺に走ってきたかと思う、俺に走ってきたから、わざと見せつけてる、なんかムカつくな、モラハラしていいと思う、うっとしいわ、なんかお会計よ、スパイス、キャリーちゃんと予定あるのに男と絡んねん、キャリーちゃんはキャリーちゃんかわいそうじゃん、一応
キャリーちゃん、キャリーちゃん、キャリーちゃんどこ行った？あ、8時かな。でもさっき行ったじゃん。逃げてる。何？一人になりたいの。ヒノピーとかしつこいってこと止める？やめさせる？あ、しつこいの。セブンの悪口言ってないし、セブンさんどこにいるの？男とかなみたいな。セブンさんどこにいるの？やめさせて。ヒノピがしつこいの。なんなのこいつ。わざわざ俺のこと何なの今。わざとここを走ってくるじゃん。俺がいるところわざとこう。やばくない？あいつカットイン、うざいよね。なんでここなの？ほっとけよあんなやつ。もういいっすか？うん、あんなやつ。あいつもルイスと一緒だよ。本当ですか？うん、あの過疎バカにしてんのよ。普通に絡めばいいじゃん、ヒノピーって。俺は絡めないけど、絡んだらいいじゃん。バグです。ホットケアね。感じ悪い、感じ悪いわ。まあでも、うざがらみしたのは僕だったんで。あ、そう、そうっすね。どうだったね。お、めちゃめちゃ綺麗でした。ん？めちゃめちゃ綺麗でしたよ。びっくりした。ビビりました。そう、ゼロワンさん、あの人を抱いてたの。すごい、すごい。しかも、何でもやらしてて、支配してた。何でもやらしてた。すごいっすね。そんな夢のようなことできます？ねえ、みんな、言うこと聞いてたよね、俺の。マジ？うん、俺に逆らわなかった。逆らわない。お尻出せって言ったら出せ。そうでしょ？とか、酒飲むと襲われてた。マジっすか？もうちょうだいに。でもあれマスクつけてるじゃん。はい、マスク取るとちょっとダウンする。ああ、なるほどなるほど。マスク美人のところなんですよ。そう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 。マスク取るとちょっと鼻と口が喧嘩してるから。うん。でもそれでも普通に綺麗ですよ。うん、普通に綺麗だけど、ちょっとああねってなる。ああ、そうなんだってなるけど、まあトータルして綺麗。綺麗です、綺麗です。うん、すごいモデルみたいです。モデルみたいですね。そうですね。スタイルいいですね。鼻と口で喧嘩してるらしい。あれが今ナイス1位だと。すごいっすね。人気もんだよ。500ぐらい行ったっつって。500ぐらい、500ナイス行ったっつって。俺と変わらないじゃん。どういうこと？リスナーさん、500ナイスあまり変わらないじゃん、俺。ナイス。どういうこと？絡むから、あ、もう絡まないから押してください。リスナーさん、すいません。お願いします。ゼロワンさんの方にナイスを押しに行ってください。もう絡まない。ゼロワンさんの方にナイスお願いします。絡まないです。すいません。でも配信やってて元カノいたら絡むよね。絡みます。ちょっとは。それはもう本当絡みます。うん、それ絡まなかったら逆に怪しい。うん、逆にパワー。多分俺がいなくなったら絡めると思う。本当ですか？あ、ナイスしてきた。ひとちありがとう。ひと
人じゃパッとしないから、あの、ピンコピンコチンビンバンビン、懐かしい。めっちゃちっちゃいよ。すごいな。今2500円。やっぱ外配線伸びるよ。ちょっと変わる。ナイスは600。ああ600ね、サリアンス。600人の人。すいません、なかなかと。これ、とつまちするらしいから。あ、そうなんですね。どれ？あ、じゃあ、ここ、はい、ということらしいんで。はい、じゃない。え？手に持ってなかった。あ、よかった。あ、びっくりした。ビビる。よかった。それはビビる。めっちゃビビる。一緒におったからね。疑われたらマジで、マジで怖い。お金下ろしに行きました。すごいな。ゼロワンさん、やっぱすごいな。625ないっすよ。コンビニ行かれましたね。わかんない。まゆさんとこ行ってるんだったら行ってるで面白いけど。右僕ですね、はい。ヒノピーって言います。すいません、あのお邪魔させていただいてます。ヒノピーって言います。ゆっくり楽しむよ。趣味やって言います。お願いします。よろしくお願いします。すいません、仲良くしてくれる方だけちょっとコメント読ませていただきます。はい、趣味やです。合ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。1145号さん、ありがとうございます。田中アナさん、あず、君の名はヒノピーだよ。ヒノピーにちっちゃいで、ヒノピー。あ、ゼロワンさん、おかえりなさい。ちょ、お前ら絡んでる人すぐ叩くくせ直せよ。かわいそうだろ、配信繋いでくれてるのに。やめろよ、そういうの。繋げてなかった。ハゲよ、てめえがハゲだ、この野郎。ありがとうね。いや、すいません、ね、もう本当に。ごめんね、常識なくて。いえ、ありがとうございます。会長に会いに行ってくれ。あ、わかりました。またね。すいません、ありがとうございます。またお願いします。じゃあね、うん。ありがとうございます。やめた方がいいよ、本当。誰でもかんでも叩くの。何も言ってない人いいけど、言ってるやつ。うわー、でもなんか食べなくなってない。みんなで探しよう。俺が絡んでもらえなくなる。叩いてない？あ、いい子だね。ゼロワンも同類で、俺が何同じようなことしてるの。リスナー攻撃？ごめんね。やめてっていう注意だから。中田会長とちょっと
落ち合うわ。落ち合う。配信一回切るか、うん、配信切っていこうかな。どうしたらいいんだ。つけてってもいいと思うけど、うん、会長も近くいるって、うん、一緒につけながらタクシーで行ってもいいけど、うん、そうしないとまだ台本とか言われるから全部見した方がドンピ行かないよ。ゆまるに会ってどうすんの。